ハンドリー1回焼けました。美味しく焼けました。これは鶏もも肉の骨を外して、骨なしで皮を取ってスパイスにつけて、で、炭火で焼きました。皮がないのでカロリーも抑えます。で、無駄な油を落としました。ちょうどいい感じ。ティッカ、ハンドルティッカ、うまそうな色、ほら、お子さんでも食べやすい。二口三口で食べるとね、ちょうどいい大きさにカットしてます。食べやすい大きさですから、ぜひとも食べてみてください。これとカレーとナンセットで間違いない。間違いないし、美味しい美味しい美味しい。次もお待ちしております。ハンドルティッカでした。